ス誰も知らないライダー、イカレタコスケです。前回の、あの、あれ、五石大失敗から。あれ、冷静に考えたらあれ解決できたよな。あの後セーブしちゃったけどね。まあ、さて奥として、今回もちょっと五石のお話です。前回の動画のコメントでね、教えていただいたんですけども、あの、ノーコストで五石集めを脳死周回できちゃうっていうね。その他にも、他にもいろいろ あのプラスになる部分があるんで、ちょっとお伝えしておこうかなと思います。まず用意するのがね、これ、豊作のお札ね。お祈りでもいいですけども、これに関してはお札の方がいいかな。それから、モンスターは、えー、バサルモス。鉱石探知ができるやつだね。それからね、ティガレックスと飛行あたり、あれが来るかとかはなくてもいいかな。まあ、このさこの辺3ついればいいかなといったとこです。 で、ロロスカ地方から、まあ、出るんですけども、えー、猫クがね、ございますね。この猫クも今回使っていくでございます。さあ、マップは、えー、このラビーナ。で、目的地はこのラビーナ鉱山の洞窟。今ここだね。なんで、ま、あここまで飛んじゃおうか。ラビーナの麓に飛んでいきます。で、ここでまず、バサルモスの、この、 探知を使うと、この通り、こみゃく出てきますね。これがね、このラビーナはね、すごい数あるんですよ。まあ、泣きながら行きますけども。で、なんでティガレックスが必要かって言うとね、今回はどうかな今回はどうかなマップ見ないと、これを、ほらほらほら、見て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 ,て,て。やっぱりあの、あれだな、ここね、ここなんですよ。 別にあの、ティガレックスダッシュがついてて便利だから、あの、連れてきてますけども、まあ、飛行があればね、解決するんですけど、ここ必ず金色なんだよね。まあまあ、これだけじゃないんですけども、ダイヤモンド、ダイヤモンド。で、この金色の、ちょっと私は、ケチ、ケチだから <laughs>、ここも行っちゃうけどさ、黄色の、あのー、採掘場所 からは、5石がゲットできるんですよ。で、この5石って、あの、進み具合、進行度合いで手に入るものが変わるんですね。なんで、クリア後に来ると、えー、特の効果を持っている5石も普通に出るんですよ。なんで、数があれば、これぐいぐい回せてしまうぞと。まあ、そういうことですね。一個ちょっとスルーしていこうか。 一個スルーしていこう。そしてこのラビーナ鉱山の洞窟。まあこれ、ラビーナ鉱山という名前の、名前に偽りなしといったとこでしょうか。中に入って、で、ラビーナ鉱山って、ランダムマップじゃないんで、もう最初から、あのー、形が決まってます。もう一回クリアしてる人は、この通りマップも出てます。で、ここでポチって押すと、この通り、そう、5石が、5石って言っちゃったよ。5石じゃねえんだ。 えっと、鉱石が大量に存在しているんですね。なんで、この鉱石をボリボリ拾っていくっていう集会なんですよ。ただ、あのー、まあ、一応ね、一掃できる程度のレベル。まあ、もうここクリア後に来たら間違いなく一掃できると思うんですけど、一掃できる程度のレベルと、 あと私方向音痴だからあれだけど、これ道覚えちゃうと、これ探査する必要もありません。大体、どこに鉱石が固まってるかってわかるようになってくるんで。ちょっと待って。もうほんと、ほんと、方向音痴なのに、今日夏バテで若干、あの、頭ファッファしてくからさ。これもうモンスター避けてもいいんだけど、あの、倒しちゃってもね、全然問題ない。一層だからね。

ま、あ黄色になるかどうかは確率なんでね、変わってきますけども。そう、穂高玉とか鎧玉とか、えっと、鉱石。ま、あ鉱石はま、あそんなにね、いらないと思いますけども。売っ払らえるものも結構ゲットできますんで。ほいしょこれ今思ったんだけどさ、スチーム版ってやっぱローディング早いのかね。そうするとすごい快適かもね、ここね。 おいほい。あ、な全然出ねえな。全然出ねえな。<laughs> えな <laughs> さっきまで結構出てたんだけどね。まあ、この辺、運によります。確率は多分ね、10%ぐらいかな。金色の鉱石を拾った時に、鉱石が出る確率が10%ぐらい。モンスターハンターなんで、モンスターハンターなんでっていう偏見で話しますけども、10%が連続で3つ出ることもあれば、全く出ないこともちょいちょいありますね。この辺は、 まあ、あ炭鉱夫の皆さんはご存知でしょう。ご存知といったところでしょう。<laughs> とりあえず一周は取らせてくださいよ。そうなんですよ。なんでね、あのー、瓶の王冠を使うよりも、時間はかかるんだけども、まあ、瓶の王冠を集めて、五石を交換で掘るのと、どっちが早いかみたいな。まあ、向こうはね、あの、繰り返し、 えー、厳選でできるんでまあ結果的には向こうの方が早いかもしんないけどでもまあ瓶の王冠基本的にはあのー、SR 探索に使いたいからやだよっていう人はねこういったところで探索してみるのはいかがかなといったところは出てくれよ、まあ、言うて結構出てんだけどさはい出た反撃台反撃台かダンダン反撃台なんで 奇跡お、バットをく。おっとく、とく来ないな。これ多分ね、出る確率としてはね、あのー、メダル紹介と、えー、大差ないと思います。ぶち抜けティガレックスなんで、道覚えちゃったら、こういう感じで、あの、ティガレックスで、ズダーっていって、いってしまえば、かなりの速さを誇れますんで、ティガレックスでブワーっていって、 ブワーって取ってブワーって帰るみたいなね形が一番よろしいおすいや全然全然今回不作だなおい今回不作じゃねお願いしますよ、えー、おめえたちはお呼びじゃねえんだ ガチャガチャダメだね3つぐらいか1周でまあでも今回だいぶ出てないからな1周で5石ガチャ34個ぐらいかちなみにあのなんだっけ基礎特の5石とかつけておくと この一層でもたまに帰るんでね。まあ、ただまあ、通常モンスターなんでね、あの、そんなにいいスキルは出ないけど、もし狙ってるスキルが被っていたら、あー、お前か。で、ここまで来たら、また、ラビナのふもとに戻ります。で、同じことの繰り返し、という形になりますね。今、いい、今、いいの出た なかなかなこれ、青ってもしかしてさらに上なのかねなんか青たま、この水色持ってんだけど私。これもしかして一番上独特だと水色になるそんな気がする。あ、でもこれ独特だよ。やっぱレアスキルってあんのかな <laughs> ちょっとわかんないですけど、まあ、とんな、とんな感じで、あのー、王冠使わないで、えー、石をね、厳選してみたい人。 うんと、おともんなんかはね、作ってしまえば、あのー、それで終了なんですけども、語石に関しては組み合わせが結構ありますんで、一番自分の欲しい組み合わせっていうのをね、常に探索できる。一つこれもまたエンドコンテンツかなと思われます。まあもう自分の愛機を、愛キャラを、愛モンスターを作った人はぜひ挑戦してみてください。それでは、誰も知らないライダー、イカレタコスケとナビルでした。